はい、それでは午後の講義を始めます。よろしくお願いします。午後は、まず最初我孫子市の、の事例とそれから高浜市の事例を約1時間半ぐらいで、まず最初に、我孫子市の小池さんから、我孫子市の今の取り組みについて、その後、高浜市の、山下さんから15分ぐらいまたお話を伺って、その後、現場でやってらっしゃる方も交えて少しフリーディスカッションという形で進めさせていただきたいと思います。それでは我孫子市の市民生活部の小池さんから15分ぐらいよろしくお願いします。皆さんこんにちは。千葉県の我孫子市、千葉県北西部になりますけれども、私我孫子市市民活動支援課の小池と言います。皆さんご存知の福島さん、前市長で、大変、苦労した職員の一人でございます。で、今日はですね、我孫子市が取り組んでいる、提案型公共サービス、民営化制度の、まあ、概要というよりも主に課題の方について、説明していきたいと思います。でかつですね、この提案型の制度、実は総務課というところが担当なんですけれども、今回3次募集から市民活動支援課の方も少し加わりましたので、その市民活動を支援の視点からですね、課題の方を話していきたいと思います。で、もういきなりこう課題にいきたいと思うんですけれども、この民営化制度、提案者と、職員、まあ、担当課の職員ですね、がこう一緒により良い提案を作り上げていくというところで、提案者の方はですね、もうその時点である程度採用されるだろうというものすごく期待をしてしまう。で結果ですね、ダメだったというケースがあります。で実際に市民活動支援の部分で、1件ほど苦情を受けました。私当時その市民活動を担当したんですけれども、ずっといい提案を作って、でその当時は担当課の評価というのも意見をまとめることになったんですが、その時点で、もうマイナスの意見を出して、で結局審査会でもダメだったというところで総務課に苦情が入ったというところで、提案者と一緒に、まあ、提案を作っていくというところで、逆に期待を持たせちゃうというのがある。あとは職員の意識ですけれども、もう当然職員自分たちの業務を守りたい、例えばその専門職を雇っていた場合に、雇用していた場合にですね、その雇用、要はその首切るわけにいかないというところで、その部分で、提案があったとしても、なんとなくその出したくないような、そこに例えば委託だとか民営化したくないような説明をしていくと、まあ、そういう職員も、多々あるというところです。で、あとはその委託か民営化した場合の職員体制の範囲というところですけれども、当然委託もしくは民営化した場合には、まあ、1つとかそういう業務がなくなるというところで、当然そこで職員数も減らしたりということになると思うんで、まあ、新たな業務ができない限り減っていくと思うんですけれども、まあ後ほど説明しますが、私どもの市民活動支援課も実際に事業を廃止したものがあります。かといってじゃあ職員数が減ったかというとそうでもない、職員数は現状維持というところで、ですからそういった意味で、例えば提案受けて審査通ったというところでも、じゃあ職員数に元に反映できているのかというところが、まあ、課題としてあるのかと、まあ、あと提案件数の減少というところで、1時、2時、3時とも、まあ、毎回毎回減少してきています。でこれは総務課の方でも一つの課題としてですね、本当に捉えてどうやったら提案数が増えるのかというところは、今ちょっと考えているところです。で特に打ち出し方が1回目、まあ、最初の1次募集ですけれども、全国他にはない取り組みだったので、逆にその部分では応募が多かったかなというところです。で、もう一つこれは提案者側、特にその NPO の側からなんですけれども、その役所の敷居が高い、例えば NPO 地域で活動している人たちがいきなりその建設関係もしくは都市部関係、都市計画だとか、そういったところになかなか行けないわけですよね。慣れてるその市民の方だったらいいんですけれども、そうじゃない方でもなかなか行けないと。で担当している総務課というところ、これ大体普通市民の方行けないところです。ですから、まあ、今回3次募集からその NPO の方々が逆にいろんなその職場にその提案内容、まあ、提案したいというところで事業の内容を聞きに行きたいといった場合には、私ども市民活動支援課が一緒に全て
まあ、動くと、まあ、コーディネートするというところで3次募集から入り込んでいったと。まあ、とにかくまあ役所の敷居が高い。で、もう一つ提案内容の質ですけれども、今回3次募集で、3件かな、確か、市民活動支援課で、上がったんですが、まあ、そのうちの2件、これは本来提案型のものですと、その市民サービスが向上しなければいけないんですが、全くその向上するような提案ではなかったという提案が上がってきました。で、この時にはその提案者側がどうしても出したいと、提案したいと、要はこちら側が事業の目的もろもろ話しても、自分たちはこういう事業をやりたいんだというところで、じゃあしょうがないですねと、提案を受けましょうということなんですけれども、全くその目的を達成するようなものでもない、逆にそのサービスの質が落ちるというような提案だったと。で、そもそもこちらで事業の内容をしても、事業の何ですか、内容を理解してくれないというようなことで、多分そういう提案になってしまったんだと。で、あと7番目ですけれども、提案側の意識というところで、この制度、提案側の制度でどうしてもその民営化というよりも委託というところがすごく大きいんですね。だからその行政のやってることを引き受けてあげるというような考えを持つその NPO の方々が多いと。その私たちが代わりにやってあげる、しかも安くやってあげる。だから本来この制度はそこの目的じゃないんで、ですからその市民側、職員側の意識というのもまあ低いのもありますし、逆にその NPO 側の意識という部分もその行政の下請け的になるというような意識の方が多いということですね。大きくまあ7つぐらいが課題になるのかなと。次で、一つですね、この提案型制度、まあ、委託化ないし民営化なんですけれども、ちょうど一つの事例として、私どもの事業で民営化、完全な民営化した事業があります。で、ここ書いてありますが、一次募集、平成18年に実施したときにですね、市内の NPO 法人から、コミュニティビジネスの企業講座と、その NPO の運営力を高める講座について提案がありました。で、結果的にその審査結果とすれば、競争入札、もしくはプロポーザルで、実施していくということで、まあ、結果はダメだったという話なんですけれども、その中で今度、市の方はどうしたかというと、その企業講座、を受託する事業者にですね、まあ、プロポーザルで公募をかけたと。で、実際にそれで引き受けたのが提案した NPO 法人だったと。で、その後ですね、まあ、その市として、事業配信に至るんですが、その実際に受託してた NPO 法人が今度は民間、自分たちの財源でその企業講座を実施するようになったというところで、民がやってるんであればわざわざ市役所の方が委託しなくてもいいですし、完全にやめればいい話というところで、市としては事業廃止しております。で、今でもこの NPO 法人は、企業講座を独自財源で展開しているということになっております。じゃあ次お願いします。で、ちょっと提案型で今後どうしていくのかなというところなんですけれども、まあ、当然この制度は引き続き、実施していくことになっています。で、今年度もですね、まあ、総務の方で、聞きますと、大体8月ぐらいから第40の募集を始めるのかなということを聞いております。で、アビコの場合、この提案型だけではなくて、そのもう一方でその公共の担い手というところ その NPO を支援しているというところが特徴なのかなと。その提案型だけではない、その担い手作りも一方で進めている、だから両輪で展開しているというようなことになります。で、もう一つ、あと職員の意識って先ほど課題で言いましたけれども、どうしても自分たちの業務を守ってしまう、手放せないというところで、3年前からですね、新人の研修の中で、その、まあ、公共サービス、まあ、公共事業と言われている事業を民が担った方がいいのか、官が担った方がいいのか、もしくはその官民連携で担った方がいいのかという、その仕分けする、まあ、グループワーク、ワークショップを展開しております。で、まあ、こういった研修もですね、やりながら、まあ、ペア型というところをまあより充実させてい
いうようなことでは引き続き進めていこうと考えているところです。はい、ちょっと短いですけども以上になります。ありがとうございました。続きましては、愛知県高浜市の山下さんから、今高浜で取り組んでいることについてですね、15分ほどお話をいただければと思います。山下さん、よろしくお願いします。マイクこっちでいきましょうか。はい、どうぞお願いします。愛知県高浜市からやってまいりました、山下と申します。よろしくお願いします。事前にですね、資料の方をお配りいただいているという話なので、これはどういった形で配られて、こういった、そうすると12ページをお開きいただきたいと思います。事業の遠隔というところをご覧いただきながら、私の方はちょっと15分ということだったので、時系列にとってですね、いろいろその取り組み内容についてご説明をさせていただきたいと思います。でまず最初に、これ、よく誤解をされるんですが、高浜市総合サービス株式会社っていうのが、それがありきでですね、職員の人減らしをするような会社を作ったと、こういうようにこれ実は誤解をされていることが多くですね、そこら辺のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。でまず実はそもそもはそういったことでスタートしたんです。平成7年度でですね、実は高浜市総合サービス株式会社というのを、100% 出資で、スタートしたわけなんですが、この時のターゲットは何かというとですね、実は職員の人数がその当時359、我々の類似団体と比較すると平均より若干多いくらいかなというようなところで、その時に技能労職の職員が40人だったんですね。でこれの問題についてはご米示に書いてあるので、また後ほどご覧いただければと思うんですが、この時に当時の先代の市長がですね、私呼ばれまして、決算見たんだけど、市政に対する人件費の割合は 40% 超えとるぞと、このままじゃ普通の会社だったら潰れるぞという形で、なんとか考えようよといったときに、今度はその職員の年齢構成を見たときに、この技能労務職の方が、給食調理員さんがほとんどだったんですが、50代前後。今後10年の間にこの方たちが亡くなっていたときに、退職されてたときに、そのまま補充をしていったんだったら、このままの構造は変わらないぞといったときに、ここをまずその民間委託できないかということで、じゃあ民間委託先探そうといったときに、なかったんですね。当時、弁当屋さんというのはあまりなかったので、じゃあ会社作ってないということで作ったのが総合サービスの発端です。なので最初のスタートっていうのは実は人減らしです。なんですが、その後に若干その次にその切手印紙売りさばき業務だとかいろいろ書いてあるんですが、先代の森市長さんとは商売人でして、で私実は秘書もやっておったので、近くでいろいろその寝食を共にしとったので本当のところもよくお伺いできたのであれなんですが、その時に普通の会社で本業以外のところで 20% ぐらいの遊び金じゃないんですが、本業以外のものがないと会社としてはうまくいかんぞと言って何か考えるという話で、現在は先日株主総会があったんですが、20% ぐらいの その委託業務、請負業務以外に、そういった営業活動の収入があるわけなんですが、そこで最初にスタートしたのが、平成9年10年あたりですかね。いろんな売店の運営なんかにをやって、やっておるということなんですが、実はその最初の人減らしのところについては、だいたい平成11年あたりで実は終了しております。でその次にですね、来たのが実は平成12年あたりなんです。そう書いてないんですが、介護保険の制度がスタートしました。その時に、市長の方がですね、何をやったかというと、社会福祉協議会に事業をやらせないかと、今までの会議をやっているところから事業系のその社協を変えれないかということで、そこで事業をやろうという話が始まったんです。でこの時に、高浜市 その戦略の大枠が決まったんですが、住民の介護保険を境にですね、どういうことをおっしゃったかというと、まずその、
公共サービスっていうのは市役所が独占してるよねっていう話をされたんです。だからいろんなところでやってもらうのが一番いいと俺は思うと言われたときに、最初は社会福祉協会にそれをやってもらうんだということで、まあ社協の方からスタートするわけなんですが、ここからもう一つありまして、やっぱりふるさとが好きなんで、地域の中でお金を回すような仕組みを合わせて考えられないか、つまり、高浜市の中でですね、雇用を生んで、そこでいただいた賃金を高浜市で消費できるような仕組みも合わせて考えると、まあ、この壮大かつなんか曖昧なテーマを与えられてしまってですね、まあ、困っちゃったんですけど、まあ、その時に、実は、始まったのがこの、まあ、大方針に基づいていろいろやっていくわけなんですが、その時にまあ我々としてはまず社会福祉協議会さんを新たな市役所のパートナーとして設定をしたと。でその後に総合サービス株式会社の方もそういった形ができないかということで始まったのが13年以降の窓口業務になるわけなんです。で実はこれでよくその最初冒頭申し上げたその総合サービスありきでそういった委託を進めておるという形のところでよく注目されるんですが、これいくつかその視察等を受けてですね、あるんですが、実は私あまり視察を受けたくなかったんですっていうのが、総合委託先として会社を作ってそこに委託をさせているというんですが、実は現在どういう形をやっているかというと、市役所の委託先っていうのは、冒頭先ほど申し上げた社会福祉協会、福祉系の事業ですね、あとは総合サービス株式会社、技術労務職の職、あとはその窓口サービスなどのですね、公務員が従来になってたところの業務を切り出して受けるような業務、まあ、臨時職員が受け取った業務というのがあるんですね。あとはそのシルバー人材センターがやる業務、さらには、まあ、NPO も2つ立ち上がりましたが、そこにも委託させて、あとはその今は、地元 その自治組織か何かで作っているまちづくり協議会というのがあるんですが、まあ、この大きく分けて5つですかね、で市役所を含めて6つで、それにいろいろその公共サービスのどこが最適なのかということで委託をしておるというのが現状なんです。なのでよくその総合サービスが全部受け取るようなイメージがあるんですが、実はその中の一部なわけになります。で、そこでいろんなことをどこが最適なのかっていうんですが、例えばこの平成12年の介護保険のスタートなんですが、障害者雇用がやっぱり問題になりました。どこが障害者を雇用してくれるんだということで、実は今この時スタートした時は、入札だったんですが、現在は実は随意契約にあえてしました。なぜそういうことをしたかというとですね、実は最初の冒頭の時の清掃サービス事業っていうのは本当に純粋な公共施設の清掃という形で始めたわけなんですが、それはコストダウンを目的とした清掃サービスですが、最近になってですね、障害者の雇用について全然進まないといったところで、でも私がちょうど在籍した3年間の間にそれをちょっと検討しようということになったときに、いろいろその養護学校さんだとかですね、あとはその福祉団体さんとお話をしていくと、あえて誤解を恐れずに言うとですね、普通の障害者の子のいろんな子がいると、その中で就職の決まらない子っていうのが必ずいると。簡単に言うと2時間は働き、4時間は働き、こういう形っていうのは今実は法律が変わりましたので少し改善されてきたんですが、その時にそういう子たちっていうのは全然就職できないんですね。で民間企業さんはそれ以外の方っていうのは民間企業さんで取ってもらえるといった時に、じゃあこういう子を我々の会社で雇用しようという形になっています。その時にどういう組み合わせをするかというと、8時間の業務を分解するわけですね。簡単に言っちゃうと8時間の仕事を4人で回せば4人雇えるじゃないかという話になるんです。こういうことをやれるのは、高橋総合サービスしかないだろう。しかも企業さんにとってはですね、法定雇用率を満たさないような障害者の方を雇ってもらえないんです。なので、我々の方についても実はそういったところっていうのはあまり重視してないというところに叱られちゃうんですが、十分超えておるので、そこら辺は大丈夫だろうということと、あとは市が 100% 出資している会社なので、実は悪い言葉で言うと市役所と癒着しているんです。情報共有が密に行われているので、
そういった例えばそのいろんな専門的な知識が必要なところ、例えば福祉ですね、こういうこの場合はどうしたらいいだろうかということは相談乗ってくれますし、場合によってはいろんな福祉団体さん協力をしていただける、だからこういうことができる、まあ、そういうことで、まあ今はその障害者のこの雇用の就労の場として、やろうという形でやっております。であとその、まあ、14年以降ですね、窓口業務を拡大していくわけなんですが、ここでですね、どういう議論が起こったかというんですが、まあ、ここでよく皆さん、まあ、皆さんの方がよく勉強されてみればわからないんですが、公権力の行使って言ってどこまでなのという話があります。どこまで公務員がやらなければいけないのという線引き、この物差しを何に求めるのという話はいろいろ皆さん悩まれてやって、まあ、ケースバイケースって言えばそれまでなんですが、これは、まあ、市長と話をしているときに、まあ、議論はええと、とにかくやれと、一回やってみてダメだったら起こせと、まあ、こういうような形で始めたのが実は窓口業務です。でその時に、どういう形で進めたかというと、まあ実はその時に、まあ、その当時の市長、まあ、と一緒にですね、まあ、県に行って国に行って、あとはその地元の労働局さんに行って、こんなことを考えてるんですけどどうですかって言った時に最初は呆れられたんです。でいろいろその、まあ、そこで例えばその我々がどうやって粘ったかというと、そもそもこれ公務員じゃないといかんって法律に書いてませんよねっていうところから入ったんです。当たり前の話なんです。だって法律ができた時っていうのは公務員しかいなかったので、これは民間委託しちゃいけないなんていうことが書かれてるわけがないんです。でそこを言った時に、まあ、最終的にそれ調整をしてった時にですね、まあいろいろ考えて窓口あたりの中でどこかなって話をした時に、まあ、特に証明関係やってるんですが、証明を発行するのはこれ市長さんですよね。その委任を受けてるのは公務員ですよね。ということは証明を出すか出さないかの判断をするのが公務員でしょ。受付するのは別に問題ないよねと。あとはその発行するときも別に問題ないよねという話になって、まあ、ヘリクスですけどね、行ったときに、まあ、当時その官民競争入札というのは国がいろいろやってみえたので、まあ、その中のところでなんとかこういうような指針を出してくれませんかということでお願いをして、ある程度その指針を出していただいたわけなんですが、それで始めたのが実は窓口業務です。で評判どうだったかというと、実は窓口業務そのものっていうのは実はこれ一つのサービスとして分離するのは非常に可能だと思います。っていうのが市の職員の方の対応が悪いっていうんですが、私も公務員なんですけど、今年変わってきたところで3年ぶりに公務員やってるのに今かなりギャップを感じてるんですが、公務員の仕事と今までにやってきた民間のパターンとギャップを考えたのを感じてるんですが、窓口対応にっていうのはですね、そこに特化するってことでいろんなケアができるんです。でじゃあ公務員が下手くそかっていうと実はそういうわけじゃなくて、事務を抱えてプラス窓口対応なので、やっぱりその忙しい時には態度が悪くなるのは当然なので、これ分離するとですね、意外とっていうよりまあ想定の範囲だったんですが、かなり評判が良かったです。でまあ、あとそのこれ実はあまり言うと叱られちゃうんですが、窓口っていうのはやっぱり女性の方がやっぱり柔らかくていいよねっていうところと、もう一つその戦略として、実は、先ほどちょっとその、まあ、いろんな団体さんに公表されてもらうよって言った時に、地域で雇用って言った時に最初に思ったのが女性の活用なんです。で なんでその女性をっていう話なんですが、結婚を機に退職されたりとかいう方がたくさん高めの部になって、かなり優秀な方が見えるんです。ただその方たちが働けるのっていうのは実は9時3時だと、まあ総合サービスのこれゴールデンタイムって呼んどったんですけど、9時3時だけは働けるけどその前後はダメよという方がいる。で資質としては抜群なんですね。でこういう方たちをなんとかここでやり遂げないか、じゃあそれ窓口だったらそれコアタイムになるからちょうどハマるじゃないかということで始めたっていう経緯があります。で、まあ、そうこうしているうちにいろいろその転機が訪れるわけなんですが、でその次に来たのは実は指定管理者制度です。この指定管理者制度っていうのが来た時に、いやいやこれ市長さん言ったんですけど、あれ地域でお金回すのに指定管理者ってのは東京の大手の上場企業さんみんな持ってかれちゃうんですけど、言うとこ違うじゃないですかって、まあ、ちょっと喧嘩だと思ったんですけど、その時に
やっぱりその今指定管理出しているところが実は美術館と図書館なんですが、専門の知見を持っておるところもですね、やっぱり業者さんの方がサービスの水準は上がるんです、残念ながら。市の方で、例えばいろんな美術展やなんかを企画するよりも、やっぱりそういった専門の知見を持っておるところがやった方がやっぱりいいものを持っているんですね。でなので今どういう形をやってるかっていうと、我々JV じゃないんですが、そういった当然これ入札になるんですが、そういった方たちと企画はそういった方たちで、現場の例えば監視員だとか受付員だとか、あとはその運行さんですね、そういったことは我々は担いましょうということで、事業共同体形式でやりましょうという形で指定管理者は今落ち着いておっています。で今回その多分その中で皆さんが一番ご興味があるのが、例えばその事業仕分けというですね、これあったんですが、事業仕分けというですね、いろいろやってた事業を切り出していったときに、いろんな話が出るときに、高浜市総合サービスってなかなかいっぱい出るんですね。で、いやいや、この会社一体どういう会社だと、これ天下り先じゃないのかっていう話が出たんですが、実は平成12年のときの話になるんですが、かっこいい言葉で言うとですね、我々この時からサプライチェーンマネジメントができないかということで、いろんな団体作ったんですね。だから供給連鎖の管理をやっていこうという形をやったのが10年から進めておって、その一部が実は総合サービスだった。シルバー人材センターさん随契約ですよね。であとは NPO も実は随契約なんです。であとはそのまちづくり協議会という地元の実装機能も実は随契約という形で、我々ただ会社ということなので、あまりそれに、そればかりに甘えておってはいけないということで、実は入札するものは入札しています。ただ入札しないものの典型的な例というのが実は窓口サービスですね。これは実際そこら辺 の専門の知識を有している会社が今のところ出てこないという理由で随契約しています。あとよくその給食サービスがいろいろこれは入札すべきじゃないか、これは当然そういったことを考えるべきなんですが、まずその大方針であるその地元雇用というところと、あとは実はこれどこの自治体さんもそうかと思うんですが、たまたま出てきたのにアレルギー食っていうのがあるんです。給食でいろんなアレルギーを持っているお子さんが今増えています。っていうところが学校現場の切実な問題でして、で我々自校方式だってやってるんですね。センター方式だったらある程度の対応が可能なんですが、自校方式でそれをやるにはかなりのコストがかかるといったときに、実は我々はそれをやっております。これ非常にコスト的にはコスト高になってしまうので、民間企業さんだったらまずやっていただけないということがあるので、なぜかというと1校に1人2人しかいないんです。その子のために特別に人を雇うってことをやってあげるっていうことは、民間企業さんの経営上の観点からまずやっていただけないということで、実はそういうことをやっていこうということで、実は随契約、こういう理由なんですね。であとはそのいろいろ随契約の理由の中で最高裁の判例や何かがあるんですが、明らかに随契約、よくその、施行令に書いてある以外のことの理由でですね、明らかにその地域にとって利益があると認められるものについては随契約でいいですよっていう判断が出てますね。我々はその中で、例えば一番大きい理由は地域で雇用が生まれるんですと、あとはその採算度外視の事業についてもできるんですと、それによって1人2人でも子どもさん、給食の関係ですが、実際やって対象になっている方は4人ぐらいしかいないんです。たった4人のためにかなりコスト使っているんですが、そういうことができるんですということなんですね。なのでこの事業仕分けの時の冒頭はですね、悪の数字組みたいなこと言われておったんですが、最後の時はですね、実は逆に応援をしていただいて、そういう会社なので個々の事業をつまみ食いしていくと分かんないんですといった時に、それで一番足らなかったのはそういう考えというか基本構想が、アナウンスが足らなかったと、これは反省するところであるんですが、そういったところで、今後もしばらくは、そういったテーマを掲げながらやっていただけるかなというふうに思っています。でちょっと15分短い時間なので最後にですね、実は官民共同だとか、官民連携とか共同ということがあるんですが、私ども高浜市の方で今までやったもう20年近く取り組んできたテーマなんですが、その中で一つその官民共同、共同のところですね、一つ、これ使えるかなと思ったのが、実は共同って実は対等じゃなきゃダメなんですね。市が下でもダメだし、逆に上でもダメだといったときに、どういう形がいいかというと、高浜市でやってきたことはそれは契約です。全ての契約行為が
契約で結ぶということもあるのかなと。このやり方でいくとですね、例えば、私の社員と市内の、社員というのは市民なんですが、これ雇用契約です。会社と市は雇用契約です。こういうような形で、対等な形で、維持していこうと、こういうふうに考えていますが、いろいろ問題はありますが、今後の参考になると思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。あと、じゃあすみません、先ほどお話しいただいた特許庁の小池さん、そして、外務省の我孫子で、ママパパ学級をずっと進めてこられた新藤さん、そして、これを実際の授業として取り込まれてきた助産師会の足立さんにご登壇をいただいて、これから少しお話をさせていただいて、よく手前から山下さん、小池さん、新藤さん、足立さんという形で。すみません、10番前後しましたけれども、今回講師として お越しいただいた4名の方々も簡単に紹介をさせていただきます。まず今お話しいただいた高浜市の山下さんですけれども、平成3年に高浜市役所に入所されて、総務課でまずは税務からスタートされて、行革を担当されました。でその後前回いらしていただいた森市長の秘書をされて、平成20年から高浜市総合サービス株式会社の方に出向されて、今年の4月に、また高浜市役所に戻られたと。現在は人事グループで企画担当をされております。それから、我孫子市の小池さんですけれども、小池さんは95年で平成と西暦が混じってますけれども、平成7年、我孫子市役所に入所されて、国民年金課、障害福祉課、福祉総合相談室等を得られまして、2002年から市民活動支援課で、活動されております。で途中1年間特定非営利活動法人日本 NPO センターでも研修を受けられていらっしゃいます。それから、新坊ひろこさんですけれども、1973年に千葉県松戸市に最初入職されて、保健師として10年間ご勤務されました。でその後1983年に千葉県我孫子市に、移られて、保健福祉行政に携わっていらっしゃいました。で我孫子市の健康福祉部長を務められまして、今年の3月に退職、定年退職をされております。それから足立千佳子さんですけれども、沖縄県ご出身でいらっしゃるんですね。で千葉県の助産師会から今日はお越しいただきまして、最初大学病院で7年間ご勤務された後、地域で足立助産院を開業されて、地域の保守保健事業に関わってきていらっしゃいます。それでは今日これからパネルディスカッションということで、よろしくお願いいたします。はい、すいません、よろしくお願いいたします。今とりあえずそれぞれお話がありました。でそういう中で、ちょっとさっき控室でもね少しお話をしていて、そもそもその今日も午前中実はこのそれぞれ自治体の皆さんと官民連携の議論をずっとしてきたところで、実は結構難しいねっていうのは多分結構午前中の話の中では出てきたところで、そもそもこんなの始められるのかしらっていう話が結構あるので、あっち側の控室の議論ではやっぱり森さんと福島さんなのよねって話だったんですけれども、でもリーダーがいいかどうかっていうので多分そこは一見多分そうなんですけれども、私は本質はそこじゃないんじゃないかなと思っています。さっきのお話の中でも今ある課題の指摘の中で職員の意識の問題があったり、あるいは、実際に民間の方でこの事業を担われる方の意識の問題があったり、あるいはその準備の話があったり、いろんな話がある中で、こういう取り組みがなぜできたのか、それは何によるものなのかっていうところについて、それぞれその組長のリーダーシップっていう話もあったんですけれども、それはどんなものによるものかなのかっていうところをぜひそれぞれの立場からぜひお伺いをさせていただきたいと思います。どうしましょう。今、山下さんお話ししたばっかりだったんで、こちら2人話されたら先に、じゃあすみません、新坊さんから順番に、新坊さん、足立さん、それからこちら順番にで、後ほど実はお話伺いたいのは、それぞれ、この前実は、福島さんから ママパパ学級、ママさんですよね、ママパパ学級
ママパパ学級の話を伺いました。でこれはもともと費用を削減するということが目的ではなくて、より質がいいものを市民に提供するにはどうしたらいいんだろうかという中で始まりましたという話があったので、そこら辺の話はまた後ほどお伺いするので、その前にここでぜひお伺いしたいのは、なぜこういう取り組みができるようになったのか、それにはどんなものが必要なのかということについてそれぞれの考えをいただければと思います。じゃあすみません、しんごさん。皆さんこんにちは、新野と申します。遠いとこから本当にお疲れ様です。3月で退職してちょっと2ヶ月間親の介護等ですね、いろいろやって、もう本当に元の仕事とか仕事は全然してないんですけども、久しぶりのその仕事の話ということでちょっと懐かしくもありですね、おとといでしたかね、小池さんとちょっと市役所に2ヶ月ぶりに行って、ちょっと今日の打ち合わせしようっていうことで10分ぐらい話をしたんですけども、小池さんは先ほどの話の仕方もあるように、すごく人を引きつける魅力があります。で本当に市民からも慕われてるし、市民活動も本当に職業としてね、ぴったりだなと思うんですけど、これはこの提案型等ですね、いろいろ仕事を進めていくときに職員の資質っていうのがすごくやっぱりこれは市民活動の担当だからじゃなく、市の職員っていうのは生活者の視点がないとダメなんだと思います。ですからその市に働くとか公の仕事をしてるっていう人たちは、その市民が何を望んでるかってことは、自分が生活者としてその生活をきちんと捉えて生きているということがなければ、人任せで生きていると何もわからないんですね。ですからそんな中でこの事業を、市の職員として、さっき小池さんが言ってましたね、その職員の気持ちで仕事を事業を話したくないって、きっと職員は一生懸命であればあるほど、この仕事は自分の役割だと思っています。そんな中 でましてですね、私の仕事っていうのは最後の10年間というのは管理職だったので、専門職の仕事そのものではないんですけども、専門職の時っていうのはもう本当にもう自分 のこの仕事をやるためにこの市に入ったんだから、この仕事をそのより質を高めていくことこそ自分の役割だと思ってたのに、この提案型の話があった時にすごく悩みました。みんなそうだと思うんですね。でじゃあ自分たちがいらなかった時に、じゃあ誰にこれを任せてできるんだろうって時に、私自身はただその時にですね、この事業を選んだ時にいろんなバックがあります。その時代背景っていうのがあって、先ほど介護保険の話を山下さんなさってましたけど、12年からは介護保険が出て、保健師の仕事、助産師の仕事、それから看護師の仕事、もう本当に看護職の仕事というのは様変わりした年なんですね。でそれから間もなくのことだったので、その仕事の中身がもう煩雑、もう本当に山ほど増えてしまって、それで職員はそんなに増えてないという中で、どれもが片手間に見えてしまうような状況がありました。で本当は赤ちゃんの例えば一つ例にとっても、赤ちゃんが死に生まれましたと、で助産師とか保健師とか看護師とか家庭訪問したりとかしてるんですね。でそんな中で言ったら、これは続けてサポートしないと、子供を育てるのにいろんな問題がありそうだっていうのを把握した場合は、継続的に虐待の話がいっぱい、皆さんよくご存知だと思いますけど、問題になりますけど、知ってはいたのに何も介入できてなかったじゃないかっていう批判があったりして、結果的に子供を死なせてしまったりするという悲しい事件がいっぱい起きています。でそんなことを考えると、より丁寧にフォローしていくために職員は働かなければいけない、そうしたいんだけど、あれもこれもあって全部が片手間なような状況、そういうのがすごくあった時代なんですね。でそんな中でこの話をやったときに、自分はこの仕事をもう本当に全うしたいのに、で委託かっていう、提案型で事業者さんにやるかって言ったときにですね、で悩みもあったんですけど、隣にいらっしゃる、これから話をしてくださる足立さん
のことをすぐ頭に思い浮かべて、足立さんの仕事の仕方だったらこれは私たち以上のより質の高い仕事をしてくださるっていうふうに、もうこれは信念のようなもので、もうそこの時点では全くもう不安もなかったし、これはもうぜひ進めていきたいというふうに思いました。ですから個人的にはすごくなぜそのこのママパっていうのは幸せママパパ学級っていう名前をつけたの、いわゆる母親学級っていう名前で皆さん自分のお子さんとかでも出たことある方いらっしゃると思うんですけど、そんな中で市役所を利用する初めての家族こう家族としてスタートするときに、初めて赤ちゃんをきっかけに市役所ってこんな、友達っていうか親しくなったら自分がいろんなことを相談できると。で、年を取っていたら介護のこととか、健康のこととかいろんなことを相談できる、その妊娠っていうのがスタートにしてほしいと、役所をうまく活用していただくスタートにしてほしいという信頼関係のスタート地点にしたいという教室を掲げてやってたんですね。で、そのことを任せられるっていうのって、悩みもありつつ、足立さんの人柄、それから仕事の仕方、専門性、本当に希望と夢を持ってすごくやってらっしゃるということで、それを私はもう感じてたので、足立さんにだったらこれはできるな。ただ一つですね、その時にお金のことですね、先ほど出てましたけど、すごく安いお金で委託をしなければいけない、上からは相当な締め付けがあったという中で、そのことが一番私はもう申し訳ないという思いで、でもこれはぜひ発展させていただきたいという思いで、やったという、ちょっとまとまりませんがそんなような状況でした。以上です。ありがとうございます。続いて足立さんお願いします。助産師会の足立でございます。よろしくお願いいたします。ちょっとお褒めの言葉をこういただいて、なんかちょっとこうむずむずっとしておりましたけれども、でもちょっと嬉しかったですね。で、私たち、足立がって言ってくださったんですけれども、これを引き受けたのは私個人ではなくて、助産師会として組織として受けております。一人では絶対できない仕事なので、私は紹介にもありましたように、千葉県の社団法人、昨年度社団法人化しましたので、これを受け取る前はまだ日本助産師会の支部という形だったんですけれども、昨年度法人化してより社会的な責任を負える団体にはなってきたんですけれども、その千葉県助産師会の中の我孫子地区の助産師、このさらにその下のグループの仲間とともに、これをこの事業を引き受けてもいいかというところでお話があったときに、何度かうちの方で会議を持って結論を最初出させていただいたんですけれども、でも最初に慎吾さんの方から、我孫子市でこういう事業が今回スタートするので考えてみませんかっていうふうにお話をいただいたときはすごく嬉しかったです。こう胸躍るようなこう嬉しさを感じました。と言いますのは、私たち助産師は、地域に今いたり病院にいたり、いろんなところで母子保健に関わってるんですけれども、特に地域にいる方たちはそれぞれ皆さんの市町村のこのママパパとか両親学級でも助産師をその中に入れてくださってると思います。でもほとんどが講義だけ、ここについてだけ話してください、1時間で話してください、ここだけやってくださいっていう形の単発的な依頼なんですね。でもちろんそれについてはこう対応していくんですけれども、こうなんとなくこう継続ができないっていうのか、そしてまたそこだけの委託なので、私たちがどんなにこう一生懸命思いをこう込めてその講座をしたとしても、じゃあ次年度にっていう時に私たちの意見が反映されない状況で、今年度はこうなりましたとか時間が削減ですとか、そういう形で戻ってくるときに私たちの思いは何だったんだろうっていうふうな思いをしながら、他の市町村とかそういうところの母親学級の関わりをしていた中で、今回我孫子市がこう出してきた提案っていうのは、最初から最後まで私たちに任せてくださいっていうところで、私たちが本当にしたい、助産師としてしたいこのママパパ学級、お母さんたちとの関わりが展開できるっていうのは本当に嬉しかったです。だから
これから多分いろんな課題が出てくると思うんですけれども、それをこう実施に至るまでにはまたいろんなハードルがあったんですけれども、やはり専門職として地域で働いてると、それを私たちに任せてくださるっていうのは本当にありがたく嬉しい提案ではございました。ありがとうございます。じゃあ次、小池さん、山下さん順番にいきましょう。小池さんから、質問は、これ首長のリーダーシップがなきゃできないのかっていう話、実際のところ本当に大事なことは何なんだろうか。どうも、あっぱれの質問です。で、確かこの提案型の制度、首長の考えから始まったものですけれども、もっとその前に、その福島さんの方はその市民自治の町を作ろうというところからまずスタートしています。で、その市民自治の町づくりというところで、そのを達成するために市民との共同の町づくりで様々な施策を打っていったという中で、職員、単にトップダウンというよりも、そういった経過の中で職員の意識も変わってきたということはあります。で、この提案型の制度は福島さん就任した最初からあった事業ではないので、ですからそういう市民自治の町を作っていこう、で市民との共同の町づくりを進めていこう、でさらにその共同の町づくりを進めていくためのさまざまな施策、いろんなその担当課での施策が展開されていく中で、職員の意識も変わってきたからこそ、後半でこういう提案型の制度というのが導入できたというのも一つあるのかなと。だからトップがやれって言ったらそれはやるしかないんですけれども、その職員自身の意識も変わってきたから、その職員の方もこの制度を受け入れられたのかなと。だからこの職員の意識が全くないと、この制度だって職員受け入れられないんで、ただ先ほど言った通り、課題はまだありますよということです。ちょっとごめんなさいね、具体的なところで言うとね、具体的なところで今の職員の意識というのはどう変わったんですか。その職員の意識なんですけれども、やはりね、役所が全部その担う、全部の業務を担いますよではなくて、これは市民と一緒にできるよとか、これはもう民に任せてもいいんじゃないかって考えるようになったっていう意識の変化で、一つ言うと、その市の方で行政評価やっておりまして、その事務事業評価表というのを全事業書くんですけれども、そこに共同する視点の項目を設けて、その市民と連携する事業なのか、民がやるのか、その計画段階から市民が入るのかという、いろんな面で意識づけで、変わっていくということなんですね。ありがとうございます。ごめんなさい、さらっといて山下さんお願いします。はい、官民できるポイントでリーダーシップ以外の部分ってことですが、実はリーダーシップ非常に大事なんですが、経験則からですね、まずその連携するときにタイミングを逃さないっていうのが重要だと思います。繰り返しになりますが、高浜市では介護保険を契機に社会福祉協議会と連携しようと、これ実はほとんど詳細な議論をせずに見切り発車しています。で、次に例えば小泉内閣の時にですね、民間にできることは民間にという、大きなテーマがあったわけですが、この時に実は窓口業務やってまいと言ってタイミングを逃さずにやってしまうと、その間はガタガタするわけですが、で、その時、その次、これ対はありませんが、それは事業仕分けの時に、総合サービスけしからんと、言った時に、実はこれは使命だと私自身思ったんですが、その時に温めておった案がですね、実は各種団体さん、NPO さん、シルバー人材センターさん含んで、その法人格を持ってない団体さんの中で抱えている問題で、後継者不足の問題というのがあったんです。で、その時に何が困っているかというと、実は事務局機能がなくなっちゃうんですね。だからこの時に、事業仕分けの高浜市総合サービスが、けしからん、新しい分野に進出すべきじゃないかということが言われるであろうと、多分そのやり方であれば、各事業を、つまみ食いをしていく仕分けの中身だって分かったときに、最終的に新しい分野に進出しなさい、あとはやっておる事業内容をみんなに知ってもらうためにアピールしなさいというような指摘があるだろうという前提のもとに、実はそういったやつを裏で進めておったんですね。で、今回実は新たにそういった形の事業、具体的には観光協会の事業ですね、高齢化が進んだ観光協会の事業の、事務局の受託と、施設の整備までこぎつけということで、
多分連携していこうっていった時に、多分皆さんあの普段からこういったところと連携できると多分効果的なんだろうなってことは皆さん多分お考えだと思うんです。で、あとはそれをいつ出すかというタイミングを見計らって温める、これが大事だと思います。もう一つ実は大事なことはですね、試しにやってみるってことですね。十分な議論を重ねた上で何とか報告書とか何とか白書を出して、その後に議会に諮って、住民説明会をやってみたらタイミングなんか全然逃しちゃうんです。だから思考的にやってみるってことが大事だと思います。で、これが実はトップダウンというかトップの理解がないとできない部分になるんですが、もうこれやめちゃったんで時効なんて言いますけど、私どもあの実はお隣に見えるのは阿部越さんと、習って民間提案型の業務改善制度導入しましたが、やめました。これ試しにやってみたんですが高浜市には馴染まないという形がですね。で、そのことについて特にその批判を受けないんですね。試しにやってみたけど私の地では馴染まんか、こういうスタンス、つまりタイミングと試しにやってみる、これを上層部に理解してもらう。そうすれば現場の方が絶対アイデア持ってるんです。そのアイデア持ってるんで、その2つをやれば私はこういう連携っていうのはどんどん進むと思います。以上です。ありがとうございます。非常に面白い着眼点だったなと思うんですね。日頃から多分見てるから、先ほどお話ありました辛坊さんがこの人だったら任せられるって多分顔が見えてるからなんだと思うんですね。この人たちだったら任せられる。今のちょうど山下さんの話も多分同じ話で、そこはずっと、言葉ですけど企んでるって、別に悪い人じゃないですよ、悪い人じゃないですよ。多分そこをその何て言うんでしょう、日頃からずっと ある種その企画をしておくっていうことはすごく大事で、多分そういう中でタイミングを流さないで試しにやってみる。多分ここの話の中から見えてくるのは、制度始めにありきじゃないっていうことなんだと思うんですよね。やもすると行政の場合は制度始めにありきになりそうなところを、そうじゃないんだっていうのが多分すごい大事なのかなと思う。もうちょっと少し突っ込んでお話伺いたいんですが、ちょっと先ほどの話の中で今度ママパパ学級、これすみません早口言葉で言いにくいんですが、ママパパ学級なんですけれども、このママパパ学級のところはそうは言っても始めるときにごたごたあったっていうのはちょっとなんか最近の話の中でちょっとだけあったと思うんですけれども、多分それぞれ立場としては違ったんだと思うんですよね。行政の側として任せたいこと と、こっちはこっちとして私たちだったらこうできるのにと思ってた話が飽きた、じゃあパッと進んだかって多分そうじゃないんだと思うんですけれども、ここら辺の具体的なところ、何に最初始めた時に戸惑ったのか、始めようとした時に戸惑ったのか、で多分始めるきっかけは、今先ほど辛坊さんからお話したように、この人たちだったら任せられるんじゃないかっていうのお話はあったんですけれども、多分もう少しそこのところで実際に任せてみたら違ったとか、あるいはでもやっぱりこうだったっていうので一つのものが出来上がったんではないかなと思うんですが、ここら辺からそれぞれ官がやるべきこと、民がやるべきことっていうのが見えてくるんじゃないかなと思って、ぜひそれぞれの立場から、あまりすいません、何か合意点を見出そうと思って申し上げてるわけじゃないので、それぞれの立場から初めて大変だったことも含めてですね、お二人からお話をいただければと思います。じゃあ先にどうしましょう、辛坊さんの方からお願いします。たくさんあるんですけど、一つだけって言われればですね、やっぱり任せっぱなしにしちゃいけないっていうことを、その職員がですね、若い職員たちがその、先ほど言いましたように忙しいので、最終的には委託ができてよかったなと、他のやれなかった仕事ができるぞということでちょっとほっと一息するんですけれども、そんな中で自分たちの役割、自分たちはその、母子保健といわれるその健康の源である子どもの赤ちゃんのその健康のサポートをしていく立場にいるってことで、そのマタニティクラスを経験しないで妊婦さんに直接触れずに、その後どういうふうにサポート、その時の問題点を把握しないで次のステップに行くってこと そのリスクを感じなければいけないわけなんですけど、そのリスクをどれだけ感じてるかなっていうことが、私の方ではちょっと気になってて、そんな話を職員にしたりですね、それからあとは連携をうまくして、例えば訪問が必要だよっていう時、もちろん足立さんたちが地域に出て訪問することはできないわけですから、これは別途市の側でですね、そういう家庭訪問に必要なママが家族がいそうだよっていうこととかを現場で把握していただいたことの、その連携を密にして、そして一つの事業を双方からその盛り上げて、より質の高いものに作り上げていくことを忘れてはいけないと
丸投げってことは本当のこのお手柄の中の民営化って言いながら、それはちょっと違う、単純にあの丸投げの委託で考えられたら困るというようなことがあの私の中にもありましたし、やっぱり、まあ、主要なメンバーとはそういう話をして、まあ、若い人たちにもそんな話はしましたね。続いて質問お願いします。私たち助産師会がこの事業を受け入れるにあたって、まあ、何回かこのお会いしてこう趣旨だったりとか、あと今日私の実際をこう経験したわけなんですけれども、あのそこですごく感じましたのは、あの今日最初にこうミニ講座をしてくださいました民営化の課題っていうところでの中に含まれてるんだなっていうのがありました。そこで一番感じましたのは、まあ、提供者に期待を持たせるというのを私たちがすごい期待しました。あのすごく私たちがこれからできるのは何だろうっていうので、このすごく展開したいっていう、それもすごく私たちは期待を持ってその事業に応募したんですね。でも実際では受け渡しっていうところになった時にすごくハードルが高かったのがやはり職員の意識でした。また初めてあのだった、私たちもそういう事業を受けるのは初めてですし、市側もそれを私たち民間に渡すのも初めて、お互い初めて同士っていうのもあったので、まあ、あの大切なこの情報がかなり後になったりとか、あのそういう会話すごくあったんですけれども、まあ、それに関しましては、まあ、どうにか調整ができるんですけれども、あの一番、まあ、あのその中ですごく時間がかかってエネルギーを要したなというのは、やはり市の職員がこの事業をどう考えてるんだろうというのが受け渡しをしながらすごく感じました。でトップはそれをやりますよというふうに出してきて、でやらざるを得ない状況になってやりたいという私たちがいるんですけれども、でも実際現場で働いている人たちはそれは受け渡したくなくて、まだ自分たちがしたい、さっきからそういうあれが市の方からもありましたけれども、そういうのを本当にひしひしと感じました。本当はもっとやりたい、自分たちがやりたいんじゃないのかな、でもトップがもう決めたからもう仕方なく渡すのよみたいな形のものがすごくありまして、それがあのスタートしてからもすごくありました。そしてそれが完全になくなって私たちの団体が評価されていったんだなって、あのこうすごく感じれたのは3年目からです。2年ぐらいの時間はやはり私の、あの現場の人たちは自分たちがやりたかった事業だったのに、まあわよくば取り戻したいっていう言葉も実は入りました。だから私たちがもうできませんと返しますっていうのを待ってたのっていうことも実はあからさまに言われたことがあるんですね。でもその中でもあの、まあ、それはまあ一部の人ですけれども、あの連携を密にっていうところで私たちもその仕事をあのやってる中で満足感がすごくありますので、継続をしたいという中でやはり3年目からですね、本当にお互いがそういうお互いが信頼し合って連携ができてスムーズに流れるようになったというのは3年目に入った頃からかなというふうには思っております。でも最初は私は理解できなかったんですね。こうして決めて出す事業をというところで、あのすごくそれが理解できなかったんですけれども、でもあのいろいろこうお話を聞く中で保健師さんたちは本当にその事業を大切に大切に、それからあのこう考えていて、今までやってたからこそそういう思いをすごく引きずって簡単には切り替えができなかったんだなっていうのは今になって思いますけれども、その当時はなんでなのっていうところで打ち合わせの途中に2回ほど担当者のトップにあの抗議の電話をしたこともあります。あのこう現場の人たちはその事業 の本当の目的とかそういうのは理解して納得してないんじゃないですかっていうことを2回ほど抗議の電話をしたことがあります。ありがとうございます。あの、まあ、なかなか大変、まあ、大変ですよね、1回手放すっていうのはね。でそこの手放した中でちょっとこれはぜひ今日一番伺いたいことをこれから聞くんですけれども、そうは言っても多分やっぱりやってよかったんだということは多分それぞれにあるんだと思うので、それはあのもちろんご担当それぞれの立場であって、これ4人の方にそれぞれお伺いしたいんですけれども、これやっぱりやってよかったなっていう、そのパブリック我孫子市全体にとって、あるいは高浜市全体にとっての果実っていうのは何だったのかっていうのが一つ、もう一つは
それぞれ自身にとっての果実は何だったのか、自分自身にとって、でそこをぜひそれぞれにお伺いしたいんですけれども、これがそのパブリックにとって良かった果実、これが一つ、もう一つが、自分自身にとってこれはやっぱりやって良かったな、もしなかったらないっていいです、無理に作って、果実無理に作ることはないんですけれども、それぞれにとっての果実についてぜひお聞かせいただきたいなと思います。どうしましょうか。じゃあ今度はこっちからいきましょうか。じゃあ山下さんからお願いします。はい、なかなか厳しいご質問であれなんですが、やってよかったっていう思う、市全体でっていう話なんですが、実は一つあるのが、共同っていうのは実は私自身まだしばらくコスト高になるだろうと思ってます。それは職員が、市の職員がいろんな団体さんに、のお手伝いをしたりとか、夜の会議に出席したりとか、そういった部分も含めてですけど、そうすると、お互い共同っていうのは多分おそらくまだ今の段階でコスト的にはかなり高止まりになってるんだろうと思ってます。でその中でですね、実は我々の方で一つのその独立組織ですね、株式会社という組織、NPO という組織、社団法人といった組織でやったときに、共同でやったときに、市全体としてのコストはどこが一番安いのかという見極めができたと思います。だから、いろんな多分課題が出てくると思うんですが、これは株式会社でやった方がコストが安いだろう。だから職員の実は、市役所の、今行政経営という言葉がいろいろ出てますが、実は市役所の職員が抱える業務量だとかですね、そういったものってあまり今まで無視されてたんですね。コミュニケーションコストっていうんですかね、よくわかんないですけど、そういったものをいかに安くするかっていう観点では、株式会社っていうパターンを見るってことは、市にとって将来的には有効ではないかと思います。これは株式会社の総合サービスを存続させるっていう意味ではなくてですね、実際作ってやってみて、意外と低コストで、連携できるなっていうことが分かったということです。あと私自身これに携わってよかったなと思ったときに、つくづく思ったのが、市の職員の方ってすっごい優秀だなと思ったんですよ。っていうのが、いろんな団体さんの視察をたくさん受けました。首長さんの視察も受けたし、議員さんの視察、今大臣やってみる方も実は私の会社の皆さんになると思うんですが、行ったときに、実は市の方ってものすごいよう考えてるんです。市の公務員の方、町のことを一番考えてるんで、ひょっとしたら公務じゃないかなって思うぐらい考えてるんです。で、民間の方っていうのと市の職員 その考えるスパンというかですね、結構長期的な展望のことを考えるのが実は市の職員なんですね。で、そういうことが分かったということと、あと民間の方の実はメリットというのが非常に分かりました。やってみて、で民間のメリットって偉そうなこと言ってるんですけど、実は縦に言っちゃうと、民間と行政の違いって金が使えることなんですよ。民間は例えばいろんなトラブル、クレーム、事象があった時に、民間企業ってどうやってやるかっていうと、金で解決するんです。全ては金じゃないですけども、最終的にはお金で解決せざるを得ないようなケースがやっぱりあるんですね。そういった時にもう将来のことを考えて、この事案を長引かせるべきか、それよりもここで切りをつけるべきか、具体的な例はあまり言いたくないんですが、実は、例えばその社員の中にはそういった悪意を持ってぶら下がるような社員がいます。いろんなその病気を偽ってとかですね、そういうような時に、実は市役所だったら多分すぐには縁が切れません。だけど私の会社でやった時にはすぐに縁が切れるんですね。その違いは何かというと、お金なんですね。で、あとは何かトラブルがあった時についてもすぐ対応ができる。これが違いなので、こういうことやってみてよかったなと思うのが、今私市役所に戻ってギャップを感じている、ちょうど6月議会でガタガタしてるんですけど、議員さん の一般質問等々を作るのにどれだけのコストを使っているんだという話はありますね。で議会で話すべき内容っていうのは、もう少し天下国家を語るべきじゃないのか、こんな細かいことやっておった時にどれだけの職員がこれに携わっているんだってことがよく分かりました。なのでこれは今その市役所の中に入って、企画の業界担当という立場から、こういったようなコミュニケーションコストの削減っていうのは次の段階の削減対象だなということで、課題がはっきりしたってことで、やっぱり比べてみるっていうところでメリットがあったような気がします。以上です。ありがとうございます。はい、次、小池さんお願いします。
テーマ通りでやってよかったって私が言えるかどうかわからないんですけれども、あのパブリックというところで言えば、この提案型あの全ての事務事業公開、その目的から事業費、人件費まで公開していくというところなので、そのこれよくその NPO の方から言われたんですけれども、これだけ人件費がかかってたのかという、そのある意味その官側 の, その透明性ができたのか、そんなものは普段あの NPO の方々とか市民って目にしないわけですよね。この A という事業にいくら職員の人件費がかかっているか、そういった意味であれば、その市民がよりその市民側の方がその役所をやってる、考えている事業の方についてよく、まあ、分かるようになったというところで、そのある意味これの事業を見て、その距離感、その官と民の距離感がある意味縮まった部分がある。まあ、当然その提案型ですから、その役所がこれをお願いしますって委託ではない、提案をもらうというところでもあるんで、その民側 の, その公共っていうところの意識というんでしょうかね、そのいや市民とその役所の職員それぞれがこの事業って本当どっちが担うのかな、公共ってどう担うのかなっていうことが考えられ始めている、考えられたのかなというふうには思います。で、まあ、自分自身で実際に市民活動支援課として担当してみてっていうところで、まあ、よかったっていうのは、まあ、今のところは特にないのかなとこれ正直な気持ちです。まあ、ただ一つ言えば、先ほど言った通り一つの事業は民営化できた、市として事業を廃止したっていうところですね。で、この制度なければひょっとしたら廃止できなかったかもしれない。で、廃止してどう変わったかというと、そのまあ受益者の視点で見れば何も変わってないんですよね。あと民が独自の財源でやってるんで、別に市民の皆さんそれで何か振り込むというわけじゃないんで、まあ、そういった意味では、まあ、自分自身にとっていいというのも、まあ、そういったところではいい部分なのかなと、まあ、ちょっとまとまりないですけれども。ありがとうございます。新保さん、いかがでしょうか。まあ、結論で言えば、冒頭にも言いましたように、本当に足立さんたちの団体に巡り合ったことっていうのは大きな、まあ、成果で、それは個人的にもですね、住民にとってもよりそのまた今までとその、また、まあ、なんていうかな、質の高いものを触れることができて、そこはすごくやっぱり良かったと、一言でも良かったと思っています。ただですね、これをちょっと大きく見たときに、住民の健康をサポートするその行政側の職員がですね、先ほども言いましたように、そのスタート地点を知ることで、そのことで、まあ、妊娠中の関わり、そこでの相談事業を受けながら継続的に関わって、それで私なんかもそうですけど、辞めるまでにもうその38年間 の, その役所の生活の中で、最初の頃赤ちゃんだった人のお母さんと育児相談で知り合い、それから今度は市民活動の仲間として知り合い、それから、高齢者 の, その親の介護でまた相談に乗り、それから、自分の生き方を一緒に語り合うと、そういうような流れでずっと行く、その、まあ、なんとかね、役所 の, その仕事を通してですね、そういう触れ合いができたものを、すごく高いその創造性、今の人たちはその最初のスタートがない中で連携の中でやっていくという、より高いものを求められますね。それは体験がない中で創造性を持って、創造力が高い低いで随分仕事に差が出ます。ですから、その予測をしたり、いろんなことをその想像する力っていうことがより要求される。だから高いレベルの職員でないと、いい仕事がきっとできていかないんだろうなって、より以前よりも体験しない分ですね、それは難しくなってるかなとは思います。ですから、そのいい仕事がその本当にできるんだろうかという不安が、まあ良かったの裏返しとして、ちょっとした不安がないわけではないというところですね。ありがとうございます。足立さん、お願いします。私は民間の立場なので各論っぽくなると思うんですけれども、私たちがこの事業をこの我孫子市で展開することによって良かったことっていうのは、やはり専門団体、その助産師っていう母子保健に対する専門的な知識のと、あと技術とか
あと本当に最新情報が我孫子市のお母様方に提供できるということは、我孫子市にとってもたっぷりこう時間があるわけですから、我孫子市の場合は毎週こう3回やって、それを1クールという形でお母さんたちにたっぷり時間をとってこうお母さんたちと向き合えるわけですから、そういう情報が質の高い情報がこう提供できるということはすごく良かったんじゃないかなと思っております。ただ本当に私たちがそのハワイ楽器を展開する上で一般知識ではなく、お母様たちはもう文字とか読むことはできるわけですから、テキストにあるものだけではなくて、テキストにないだけどこれは知っててほしいものとか、そういうところを提供したい。そして一般論ではなくて、本当に聞きたいこと、知りたいこと、病院も今診療はすごく忙しくなってます。参加が、お産ができる病院が限られているので、お母様たちが実際病院に行ってもゆっくり向き合える、先生と向き合える、助産師と向き合えるっていう時間がないので、できるだけ知りたいこと、個別的にも知りたいことを出して、それを答えていくようなハワイ楽器をしたいので、いろいろ自分の思いを出してきてほしいという形の内容を展開してますので、そういう意味ではお母様たちが必要な情報がこうハワイ楽器に来たことで受け取ることができるんじゃないのかなというふうに思っております。そしてそのハワイ楽器はそのママパパですけれども、私たちはやってるんですけれども、これはあくまでも市の事業ですよっていうことはことあるごとに言っております。だから何かあったら市につながりますし、こう地域で生活をしている中で病院さん院でいろんな方と出会って、このハワイこのママパパに来た時は私たちがやってるんだけど、これは市の事業なので市もあなたたちを応援してますよっていうところで、そして病院さん院で産んだ後また地域に戻ってきた時もサポートは市と一緒にやってるからっていうことを毎回毎回そういうことは伝えております。ですから何かあったら私たちを通して市の方に伝達が行って、市の方から連絡を来ますっていう形で必要な方は声かけてくださいっていうことはいつもアピールしております。で、私たち自身がこうやってよかったっていうところは、私たちの仲間がそうですけれども、この仕事にすごく満足感を得てるってことなんです。やっててよかったって、他の市町村ではできないようなこうものがここの我孫子市のハワイ学級ではできる、やりたい、私たち助産師がやりたいこうママパパが展開できるっていうことで、非常に満足感を私たちスタッフも持っております。で、私は最初に千葉県助産師会って言いましたけども、千葉県助産師会はまた地区が分かれてるんですね。で、私たちは我孫子と、その近隣4市 の, 地区を一つにしてそこで対応してるんですけれども、実は遠く1時間ぐらいかけてもその手伝わせてほしい、仲間に入れてほしいっていうぐらい助産師がやってる方が満足をしております。で、最初に新子課長の方から予算面で言いましたけれども、もうちょっと最初に予算をもっと組めばよかったなっていうか反省は今になって思うんですね。土曜日をしてますので。だけれども、なかなか1回決まった予算を上げることは難しいってことを言われていますけれども、でもそれでもうちのスタッフはできませんとは言わないんです。きっとそれは仕事に対する満足感をみんなが得てるからだと思っております。ありがとうございます。時間もちょっとこれから質問も後で少しいただきたいので、ちょっと最後に質問、全員の方に伺うと難しいので、それぞれすいません、高浜から1名と我孫子から1名、後でどなたかにいただきたいんですが、今ある課題、多分いろんな課題、先ほどちょっと小池さんから7つぐらい確かお話があったんだと思いますけれども、あれ課題にはありましたね、あったかもしれませんが、その今ある課題で一番これは大変だなと、深刻だなと思っている課題について、それは何か、そしてそれをどう乗り越えようと今お考えになっていらっしゃるのか、それぞれについてお話をいただけますでしょうか。じゃあどうしましょう。もうこちらの男性サイド2人で、じゃあ小池さん、山下さん、順番にお願いします。そうですね、ちょっとまとまらないと思うんですけど、その一番大きな課題って言ったら、なんか言うとその意識の問題、意識は私たち職員の意識もそうだし、人間の意識、意識というのが一番課題になるんだ。それをもっと高めていく、で高めていくというのはその公共というものをどう誰が担っていくかってしっかり考えてもらうというところを持っているのが重要なのかなと。で、それをじゃ乗り越えるためにどうしたらいいのかなというのは、
これまさにこう職員も要は地域に入り込む、要は市民とどんどん対話してみるっていうところからいくのかなと思うんですよね。その職員が役所というその敷地内事務所内で何か考えるんじゃなくて出ていく、で実際に対話してみるっていうところから、で対話することによって市民の部分も変わっていくんじゃないのかな。でそれでなんとか乗り越えていけるかなと。ちょっとまとまりないですけれども、すいません。とんでもないです。あの大事な話ありがとうございます。山下さんお願いします。はい、連携に関してって話なんですが、そうですね、あの実はあの、これってアイデア勝負の話なんです。で、課題としてはですね、市の職員が腹の中に持っているアイデアをいかに吐き出させるかっていうのが課題だと私は思っています。で、それをどうやって乗り越えたらいいかっていう話なんですが、実はあの多分皆さん残業とかたくさんされてますよね。で、あのいかに早く帰るかっていうことをまず考えることをお勧めしたいと思います。よくあの民間委託すると、あの、まあ、議員さんやなんかにお前たち自分たちが楽したいからあの民間委託するんだろうって言ったら、そうじゃないって言うんですね。だけど実はそこであえてそうですと言ってください。あのそう、あの日々のルーチンワークに追われてていいアイデアなんか出るわけがないんです。市役所っていうのは、あの私人材派遣会社におったのであれなんですけど、まあ、あまり言うと誤解生まれるときなんですけど、人材派遣会社におるときに社員のことを商品って言うんです。で、あの我々はその現業業務の人材派遣会社だったので、その商品がどういったものが売れるかって考えるんですが、市役所の職員を仮に商品として考えたときに、どれだけのアイデアを出してもらって、どれだけあの地域のためにいいアイデアを出せるかっていう、そのために力を入れるべきだと思うんです。なのでルーチンワークを極力減らすために5時に変えるように委託をしましょうと。でこれをもう市全体の中でそれを認めてもらう、どうやってそういった運動を展開することが、あこういったの課題を解決するための一つの近道かなというふうに思ってます。ありがとうございました。もう聞きたいことたくさんあるんですけれども、皆さんから少しご質問いただきたいと思います。研修生の皆さんの質問いかがでしょうか。はい、じゃあ順番に聞いていきましょう。岡本と申します。よろしくお願いします。誰に何を聞きたいか。はい、我孫子市の、提案、また公共サービスについてお聞きしたいと思います。お願いします。ちなみにあの私、茨城県の龍ケ崎なんですけれども、住まいは千葉県の柏市ですので、お隣でございますのでよろしくお願いします。余計な話やけど、すみません、お話の中で、出たものを一点教えていただきたいのと、この中身について教えていただ、お話をぜひ聞きたいと思ってますので、まずはあの冒頭お話がありました、まあ、両輪で展開する必要があるでしょうと、市の方でこういった内容を出しても、それを、やりたいと思う、まあ、市民団体とか、育てないとできてないんじゃないかというお話があったので、以前こちらの資料を送っていただいたときに見たときに、ぜひそういったところ、まあ、今回3回目ということで、応募のまあ件数とかもやっぱり、話があったり減少傾向にあったと思いますので、まあ、そういったところで、そういった団体の方の育成をどういうふうにやっているのかというのをちょっと聞いてみたいと思ってて、今日話もあったのでぜひその点を1点、そういった担っていただく市民団体や、まあ、企業など、まあ、そういったのも、支援の内容をまあお聞きしたいなと思う一点と、もう一つが、こちらの方の、この提案型公共サービス事業の、そのものの目的といいますか、最初見たときにちょっと疑問に思ったのが、市の方でこういった内容を、やっているので、このやりたいと思う方は提案してくださいという内容だと思うんですけれども、まあ、内容とか見たときに、既に共済とかやっているところで、こちらの方は、まあ、提案してもらっても、その相手の方が、まあ、嫌ですよって言われた場合には提案してもそういうのは採用になれないという形の、思った時に、こちらの方は市の方としてこういった内容を、こういった事業をやってますという市民の方にも知っていただきたいのが、目的なのか、そうじゃなくて、まあ、市民とか市民団体の方にやってもらいたいという形の方が、目的であるならば、まあ、そういったのをリストの方に、まあ、入れておいても提案しても、ごめん質問がわからない、はい、じゃあ答えられないでしょ。質問は質問としてちゃんとやって。はい、すみません。リストの方で、
まあ、全部を出してるっていうのはすごいなと思ったんですけれども、まあ、このリストの中身、感想はいいから質問して、はい、リストの中身の方を、もう少し、精査した方がいいかなというふうに思ったので、このリストに対する考え方、実際提案できないのもあるんじゃないかなということについて、考えの方をお聞かせしていただければありがたいと思います。いやですかね、あの一つは NPO をどう育成し支援しているかっていうところと、言ってみれば、はい、そうで、あとはそのなんかそのリスト、そうですね、まあ、全事業を公表してても、じゃなくていいんじゃないか、どうですか、あ、はい、実際提案してもできないことも入ってるんだったらば、はい、まあ、こういったリストを出し、はい、わかりました、はい、はい、いいでしょうか。でその NPO の育成ですけれども、大きく言うとその場所の提供、なかなか活動場所がないというところで、その活動する会議スペースだとか、あとは印刷コピー機などもろもろ活動に必要なものを置いてある支援、地域活動、要は NPO を支援する施設というのを設けている。あとは資金的な支援というところで、阿部教授 の公募補助金制度というところもあります。であとはさまざまなその情報提供、あとはその相談ですね、町内のいろんな課と連携したいっていったときに、私の市民活動支援でいろいろ相談を受けたりですね、まあ、もろもろそういう場の提供であるだとか資金、というところをやっております。あとはその実際できない事業も載っているというところなんですけれども、市民と実際に共催している事業、これ完全にできないわけじゃないんですよね。その相手方がいいということであれば、それだって任せられるんですから、共済だから全くできないってことじゃないんで、だから別に全部の事業を載せるって問題なわけですよ、というところだと思いますので、ありがとうございます。はい、次隣か、はい、佐々木さん、以上、富山県富山市の佐々木です。高浜市の、山下さんにお聞きしたいんですけれども、私も株式会社に出向してた経験ありまして、まあ、議会の権利が及ばないという資料にも書いてあったんですけども、ただ市民 その合意形成というか、そういったものをどういうふうに取られるかと、まあ、市民から何も、言われなかった、まあ、試しにやってみたけども、ダメだったからと市民から責められなかったと言われましたけど、それを結局そういう合意形成を取った上で その要はクレームがなかったのか、どうなのか。端的にお答えしますと、これもありませんでした。で、唯一あるとすると、例えば出資5000万出資してるんですが、これが減ると多分まずいんですが、減らない仕組みを考えましたので、市民の方は中からは何ら一切これもありませんの で、あとは議会の方で議決を得てますので、特に市民の方に絶対は説明もしておりません。大丈夫、分かった。出資金が減らないというのはどういうことなんですかね、具体的に。これはだから経営の観、まあ、最初経営の観点からなんですけど、ある市役所が欲しいっていう事業について、我々人を雇用するわけなので、市の方からオーダーがなければ人を雇用しなくていいので、絶対赤字にならないんですよ、そういう仕組みです。つまり補助金等で出ますよね。補助金等は一切もらってませんし、市の方の出向してる職員も実は会社の方でお前たちの給料をお前たちで稼げて、そういう仕組みになってるので、それが 20% で、自分のところの会社で稼げて話したので、出向期間中私自分の給料を自分で稼いでおったんです。で、まあ余分なことですけど、社長にお前何も稼いだから給料上げてもいいよって言われたんですけど、それやっちゃうといろいろ問題があるので、そういうことしなかったですけど、そういうやり方を持ってます。終わりました、ありがとうございました。じゃあ後ろに行って、こっちに行って。福岡県飯田市の菅沼と言います。高浜市の方と、あと阿部子市の守る科学のこと、それぞれ一つずつお伺いしたいんですが、一つ目なんですけど、高浜市の方で、飯田市の方でも窓口業務を民間委託をしようというような話があったんですが、市民会がやってるんですが、窓口業務は個人情報が関わるということで、結局やっぱ個人情報を持ち込んでいる職員以外にやるのは良くないということで、ダメになったことがあるんですが、そのどちらのことで何か市民から苦情があったりとか心配があったりとかということがないかということと、あとママパパ学級で私は師匠というかセンターの師匠のポイントですね、やはり保健師さんが自分の仕事にすごくプライドを持っていて、で上が決めたということでも
まあ、他の公共の提案もあると思うんですが、内部でいかにそれを、特に保健師さんたちっていうのはそのいろいろプライドがあるので、いかに中でそれを説得させるのっていうのは、どういうふうにやったというか、時間がすごくかからなかったとか、ちょっとそこをお伺いしたいと思うんですが、お願いします。すみません、では窓口業務の関係ですが、個人情報の問題、かなり問題になるんですけど、実は非常に簡単で、窓口業務で、私どもの会社が個人情報の漏洩事件で、例えばそれが問題になったときの損害賠償の責任は会社がかぶります。故に、社員の方はですね、個人情報を漏らしたことによって、自分の職を失うばかりではなくて、会社全体の社員が受託を受けれなくなるので、会社潰れちゃうんですね。そういう意識があるので、個人情報の管理については、市の職員よりもかなり厳しいです。で、ちなみに窓口業務の委託のここら辺の関係は、まあ、はっきり言ってあまりお勧めしません。というのが、最近になって、まあ、感じたんですけど、これ実は自動販売機を置いてるから、そうじゃ話なんですよ。で、我々の方としては実はその窓口の対応があまりよろしくないという、まあ、職員の対応がよく悪くないとか男の職員がおったからというような観点もあるので、単純にその人を減らしたい、窓口業務で人を減らしたいという観点でやられるんだったら自動販売機を置いてた方が早いですよということで、多分恩師の方の判断は正しかったと思います。すみません、野田さん。職員の意識をまあ、行政側の職員のってことですかね。先ほど足立さんの方からも随分こう自分たちの仕事をしたく話したくなかったっていう、まあ、態度とか言葉であったということで、私もまあ少しは聞いてましたし、それから他部署 の先ほども言いましたように介護保険部署とかいくつかに分かれて精神保険だったりとかいろんなところに保健師いるんですけれども、そういうのがこう元は保健師が全てそれを、まあ、オールマイティのようにですね、何でもできるぞみたいな感じで、赤ちゃんから精神障害、それから高齢者、普通の障害者、いろんなものを全部一人でとか、その同じ保健師が地域を担当してやってるっていうのが何十年も続いてきた仕事のやり方だったわけです。で、先ほどの介護保険で大きく変わり、それから精神保健福祉法とかいろんな法律が変わって、次世代育成法もあり、いろんなその健康を取り巻く法律が変わった中で、まあ、地域保健法とか大きいのが変わった中でですね、そんな中でその保健師がどう動くかということを考えなきゃいけない時期でもあったということもあります。それでその中で先ほども言ったように、本当にやらなければ、公に役所の職員がやらなければいけない保健師としてその市民のサポートをすべき仕事は本当は何なのかと、これは民間に移してもできる、でもこれは 今の段階だと職員がぜひ、例えば虐待対策とかもそうですね、そういうことも含めてそのやらなければいけない、だからそこをその事業の仕事の仕方 そのセレクトをきちっと考えてやっていかなきゃいけない。でそれは職員の、例えば、うちなんかは30人くらいの職員専門職がいてですね、そんな中でまあ、20人から30人ぐらい そのいろんなその、まあ、職種とも話をしやったんですけど、時間がとにかく総務課から言ってきて、結論を出さなければいけないのが、確か私が早くしろって言われたのが1週間か10日ぐらいしか時間がなかったんですね。そこでもう足立さんにそこでとにかく振って、あとの説得はその主要な私が、まあ、その当時課長だったんだと思うんですけど、今から5年以上前のことなんですけど、その、まあ、係長クラスの職員専門職と話をして、今後の仕事の仕方はどうあるべきだろうかっていう話を本当にもういろいろ話をしてですね、だけど時間はないので、その、まあ、普段からその問題意識のある主要なリーダーの人たちと話をして、これでいこうと足立さんにもう頼むようにして、じゃあ私が窓口で話をするから、その後の説得はもう徐々にみんなに理解してもらうしかないねってことで、ですから長い時間をかけて説得をしてみんなに理解をしてもらって始まったというわけではなくて、本当に1週間か10日ぐらいで足立さんにも計画書をこういうふうに出してくださいって言って、もうどちらかというと今やってた事業の大枠はその通りにまずはスタートしていただいて、
徐々にですね、自分たちのやり方に変えていってもらってもちろん構わないし、そこは話し合いをしながらより高いものに作り上げていきましょうという話を確かしたような気がします。そうですね、職員の意識をどう変えるかっていうのは、それは私たちの責任ではないんですね。私たちは受け手側ですから、それはもう職場の方でしてもらいたいと。でそれで今こう、あ、こんな短い時間だったからそれはしょうがなかったわねって今私は納得したので、それは私たちがするも仕事ではないと思います。ただこう受け渡しの中でそういういろんなこう、まあ、その気持ちが垣間見えたりとかしたときに、なんか何を言うかちょっと忘れたんですけれども、こう私たちはこの提案型の公共事業の目的はこういう目的で私たちは受けましたですね。でそれで受けたので、そういう立場で これから私たちが受けようという形で企画書を出したり内容を展開しているわけですけれども、そうじゃないと、今まで通りにやってほしいということもあったんです。今まで私たちはこういうママパパをやってたので、この当時のことをやってほしいとか、そういう提案があったときに、私たちは下請け、最初の課題でもありましたけれども、行政の下請けではないということを言いましたよね。私たちも最初からそのつもりでした。下請けをするわけじゃなくて、私たちの独自性を出した母親学級が展開できるから受けたんだと。でも今まで通りのものをやってほしいというんだったら、私たちはおります、いつでもおりますということは常に言ってましたし、うちのスタッフにも言ってました。私たちは本当に自分たちが助産師として満足できるママパパが展開できるからアビコでやるんで、それができない状況になったらいつでもおりますということは、うちのスタッフも含めてそういう気持ちで対応はしております。一言、すごく私も外からバッシング結構あったのは事実ですし、ただその時にブレないで、先ほども言いましたように今この少人数でやっていくには何は頼み、それから任せて、で何は絶対ここはもうちょっと頑張ってやろうというようなことを冷静に分析しなきゃいけないということ、そこはやっぱり何年もかかって、先ほど3年目でやっとっておっしゃってましたけども、それは確かに作業的にはみんな満足してたわけじゃないし、悩んだと思います、職員も。はい、ありがとうございました。時間がもうあれなんだけど、じゃあちょっとだけ、まださっきから質問してないのはそこ2人なんですよね。じゃあどっちかじゃんけんで決めてください。じゃあ、はい、女性優先みたいな。はい、じゃあ中井さんどうぞ。はい、あ、マイク前渡してあげてでしょうから。残り時間もないので、パパッと、すいません、下野市の中井と言います、高浜市の山下さんの方にお伺いしたいんですけども、話の中で、提案型公共サービスの民営化制度をやってみたけど、高浜市に合わなかったっていうようなことをおっしゃったんですけど、その合わなかった理由っていうのは、何でしょうか。初年度多かったんですけど、2年目から作らなかったんですから、まあ、ゼロになる前にやめようということです。すいません、何も深い意味はないです。ダメだからやめるって話です。私が思うのはこの民営化制度っていうのは、その市民の人の意識、その役所の仕事が独占じゃなくて自分たちもできるんだっていうその意識の改革と、小池さんが言われたみたいに役所の私たちその公務員がそういう考える、自分たちは自分たちの仕事だけじゃなくて他にも渡せるかもしれないっていう意識の部分ですごく大事なことになるのかなと思ったので、そのダメな理由っていうのが何だったのかなと思って、実は会社があったっていうのが大きいと思います。なので検討する前にやっちゃうんです。市の職員の方からこれ民営が民間できたらできそうだよねっていう話があったら、じゃあ予算化して、でそれで査定でやって通ればそれもやっちゃうって。だから市の職員側の発案の部分についてはもう具体的に委託先があるんですよね。でそれが総合サービスがいいのか民間企業がいいのかっていう議論もありますけど、とりあえず応札する企業があるんですよ。だから市役所の職員側はいいと。であと市民側の方なんですけど、市民側もそれで考える場合あんまり市役所に期待してないんで自分たちでやっちゃうんですね。で残ったのは大きな話になっちゃうので、要望になっちゃうの でそれが多いうちはやっとった方がいいと思うんですけど、まあ、少なくなったので、まあ、いいんじゃない、そういう話ですけど、それ軽いノリです。
多分今の話ってあれですよね、その制度をやめたってこと自体にあまり大きな意味はないんですよね。多分そこは、実は阿鼻子さんと全然変わってないですよね、スタンスとしては。多分そういうことじゃないかなと思います。だからさっきもちょっと申し上げたんですけど、制度は初めにやる気じゃないんですよね。多分基本的な考え方はあくまでもみんなで一緒にできて、で最初に志保さんがおっしゃった話がすごく大事な話で、要は多分公務員というバッジをつけてるかどうかじゃなくて、その時に普通にその生活する人間として物が見れるかどうかっていう風な観点ってすごい多分大事なんじゃないかなと今日の話を伺ってと思ったんですけれども、そういう観点で見た時にこの仕事ってどうなんだろうかっていう風にフラットに物が見られるか、その前提条件なしで物が見れるかどうかっていうのはすごく大事なのかなという気がいたしました。お話聞きたいことは多分山ほどあって、今日はまだまだ多分聞きたいはずだと思うんですが、もしかすると現場に見に行くかもしれませんので、彼らがまた国内調査みたいな形で見に行くかもしれません。その時にはぜひよろしくお願いをいたします。今日は本当に充実したお話、たくさんの充実したお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。改めてじゃあ拍手を皆さんに。ありがとうございました。